の孫まで出てくんだってよ。あ、おじいちゃん、なんでこんなとこにいるのよ。これ誰だ。なんか裏にいた気持ってんな。もう、たったおじいちゃんと同じようなこと言っちゃって。私たち、ちっちゃくなっちゃったおじいちゃんを元に戻すために。あれ、おじいちゃん小さくないじゃない。ママ、ほら、おめえのじっちゃんじゃねえし、ちっちゃくもねえぞ。私の冒険が終わってしまう。いいわ、あなたはおじいちゃんじゃない。私はすっごい冒険に出るんだから。本物のおじいちゃんを元に戻す冒険よ。うん、出発。カーッ。あたしやおじいちゃんが活躍しちゃうんだから。地球のみんながデビーに操られちゃったね。おじいちゃん、早くなんとかしてよね。バトルが始まるわ、気をつけてね。宇宙に散らばったドラゴンボール。ベジータ、おめえまで。サイヤ人は一匹たりとも逃がしはせんぞ。やろうか。気の済むまでいたぶってやる。原始的なサイヤ人と進化したツフル人のパワーの違いをな。
強そうだな。今度は俺が相手だ。貴様に俺の相手が務まるのかな。退屈していたところだ。迷いたぶり尽くして殺してやる。少しはやるようだが、だが残念だがその程度ではこの俺を倒せん。お前に勝ち目はない。諦めろ。そこになれ。俺がいる限り悪の野望は打ち砕く。悟空につながるものは全て気に食わない。というやつだな。しかし何度生き返ってこようがこの俺を倒すことはできない。おめえ、今度もおら、おめえには負けねえ。どうする。俺はフルパワーになっちまったぜ。気持ちだけは最強のサイヤ人にふさわしいと認めてやる。憎いサイヤ人、貴様だけはこの手で殺す。なんだよ、もう終わりか。簡単には殺さん。気の済むまで、いたぶってやる。まさかここまでとはな。貸してもらうぞ。それの裏にはこんなものではないぞ。おめえもかかっ
最強のサイヤ人にふさわしいと認めてやる。憎いサイヤ人め、貴様だけはこの手で殺す。これが生まれ変わったやつの力か。話にならんな。おじいちゃん。おや、まだ小猿が一匹残ってたか。だが安心しろ、お前もすぐに後を追わせてやろう。よくも、よくもおじいちゃんを、よくもみんなを。なんだこの気は。戦闘力がどんどん上がっている。手も足も出ないようだな。絶対に許さないんだから。待て、この体は俺の体ではない。ベジータの体だぞ。俺は死なんのだ。
しバトルが始まるわ。気をつけてね。悟空の活躍によりお前には無理だ。ぶっ殺す。いくら雑魚は雑魚、バトルガーを倒せるわけがない。くたれ。わかったか、ナゾスカどもが。おどめを刺すのだ、スーパー17号。また金髪か。芸のない男だな。いたぞ。お気合いだと思ってやろう。今度心配なければ何も残ることはない。いたぞ。ナンバーワンはこの俺様だ。地球を守るのにタロックなんかを呼び出せ。十分なんだ。おいしな地球を守るなどとサイヤの王子が聞いて呆れる。この人たちが人など生きていても仕方あるまい。ねえ、俺はサイヤの誇りを持った戻ってくるとは。オラを地獄に閉じ込めてる間好き勝手にやってくれたな。なに気にするな。今度こそ本当に地獄に送ってやる。この程度とは期待外れだな。貴様の技は全て見切った。出て見切っただと。あいつはちょっと歓迎が甘えんじゃねえか。なんだと。サイヤ人4までは読めなかったろ。
終わりにしてやる。うぜえカメハメハ。終わりにしてやる。なんだよ、もう終わりか。
私やおじいちゃんが活躍しちゃうんだから。倒した人造人間が蘇ってきたの。邪悪竜っていうからには凶悪なやつかと思ったけど、意外といいやつみたいね。バトルが始まるわ。気をつけてね。散らばったドラゴンボールを再び。これが本当のおめえの姿っちゅうわけか。ああ、今までは体から発する高熱をセーブするために全身に膜を。もう少しやると思ったんだよな。ではそちらもなってもらおうか。私がマジで戦える姿に。それが噂に聞いたスーパーサイヤ人フォーか。ああ、スーパーサイヤ人フォーになった俺には 6,000 度の低温でも低したダメージにはなんねえぜ。マジで行くぜ。望むところだ。さすがだな。どうやらスピードはお前の方が上向きだ。そのようだな。だがよ、くらえ、十分。あ、ね、あ、ね。カメハメは火を手の一瞬の気が。こいつはメイキならどうだ。この話間に合わねえ。わくシットで集めよ。もう逃げられんぞ孫悟空。とどめだ。しまった。殺そうと思えばやれたはずだ。だがおめえはそうしなかった。俺は女子供は殺さ。いいとこあっじゃねえか。これで助かりました。もう存分戦ってやる。さあ来い。兄貴だって。
ちゃんですよ。通信だ。邪魔すんな兄貴。おめえら兄弟なんか。兄の三神論。あなたが孫悟空です。あなたが集めたドラゴンを返していただく。そりゃバカじゃねえか。おめえたもどした。ごめんおじいちゃん、ドラゴンボール振られちゃった。どうするな兄貴。糸とかかっているな。もう俺だ。どきなさい。私はあなたたちのやり方を見ていてムカムカしてたんですよ。カシパの借りたのもくだらないことを。卵の場遊びをしてるんじゃないんですからね。分かってるんですか主人の。バカですね、お前は。戦いにやり方も何もあるもんですから。やるかやられるかのどちらかしかないんです。見なさい、油断してるとこの通り。みたいな笑い方聞いてると未来が来ちゃう。壊してしまわなければいけませんよ。とどめを刺しなさい、通信者。今お前の必殺技バーストアタックを食らえば彼の体はバラバラ。俺はこんな勝ち方は嫌だ。抵抗できないものにとどめを刺すなど、そんなことはできない。大体兄貴が邪魔さえしなければ俺は勝てたんだ。自分の技で、自分の実力で。いつまでもくだらないガキの戯言をほざいてんじゃありませんよ。まったく、お前みたいなのが私の弟だと思うと情けなくなりますね。甘ったれのお前の根性を私が直してあげます。男を見せなさい。悟空を殺すんです。分かった。やってやったらよ。
従女とは随分舐められたもんですね。アッキーです。5秒で倒す。5秒で倒すですって、この私を。な、面白いだろ。けど、マジだぜ。やってもらおうじゃないですか。私がカウントしてあげます。秒で倒す。私は緊張してますよ。映像おめえ。汚ったっていいんだ。パチャーいいんだ。ワンを立てれすなってよ。違うとこだったじゃねえか。偉いやったで。いただけでしょう。邪魔です。どきなさい。ご忠告通り、今度はこの私自らがとどめを刺すことにしましょう。ガキの鳥は絶対に打ち壊せないはずです。大丈夫、分かった。おめえの言う通りだ。通信通り、俺はドラゴンボールさえ手に入ればそれでいい。安心論。おめえいい弟を見て助かったな。ドラゴンボールは返してもらう。あとはどこへでも行っちめえ。あなた噂通りのバカですね、孫悟空。そう、やすやすと降参してドラゴンボールを渡すわけがないです。兄貴、ここまで少年が最中に行ったのか。だから何度も言ってるでしょ、勝ちゃいいんですよ。
目の見えない悟空などパワー半減。この勝負もらった。目もここまで。私はビンビン感じてんだよ。お前との勝負はそれまでお預けだ。じゃあな悟空。進んだ。またおめえに借りができちまったな。やっぱり俺は甘いな。私やおじいちゃんが買った BC 脳は今までの奴らとは強さが桁違いなの。おじいちゃん、がバトルが始まるわ。キュジャーク竜の頂点。待たせたな、カカロット。いけるぜ、ベジータ。ザコが何匹増えようと、ザコはザコだ。本当の戦いはこれからだ。うわっ、無双やつかな。まるで地球がビビって丸ごと震えてるみたい。俺様に勝てるかな。よし、行くぞ。サイヤ人の位置を見せてやる。よし、行くぞ。サイヤ人の位置を見せてやる。ドラゴン、こんなものか。くだらん。サイヤ人の意地を見せてやる。うわっ、やりやがるぜ。スーパーサイヤ人4でも勝てねえっちゅうんか。ちくしょう。どう
したんだ。本当の戦いを見せてくれるのではないのかな。ベジータ、オラに代われ。カカロットよ、貴様も分かっているはずだ。何がだ。このままじゃ勝てる見込みがちっともないってことだ。オラたちがやるっきゃね。フュージョンするぞカカロット。すごい、お父さんとベジータさんがフュージョンしちゃうんだ。ねえねえトランクス、フュージョンって何。フュージョン、そうか、その手があったな。だからフュージョンって何よねってば。俺様に勝てるかな。私やおじいちゃんが調子に乗って戦ってて変身が溶けちゃったみたい。もうバトルが始まるわ。フュージョンが溶けた。
よーく聞こえとるぞ、悟空。お前、分かってるな。やっぱり、とどめはわしが教えた元気玉じゃろう。俺っぽっちじゃダメなんだ。え？これっぽっちじゃ、とてもやつを倒せねえんだ。けど、地球の分はもう全部もらっちまった。だから今度は宇宙中から元気集めんだ。宇宙中の元気じゃと？すごいこと考えるな。よーい、任しとけ。おーい、東に南に西の海王たち、そういうわけじゃなら力を貸してくれ。本当にすごい敵か。もうそれじゃな、なんかドラゴンボール